はい、それじゃあ続きで取っていきましょう。とりあえず2個セーブしておきましょう。トマト取るのために。あ、そういうことね。ちょっとレベル上げてからにしようかね。ステータス。いや、力持ち、身の丈このある体験を扱う。駆け出しの童貞。童貞という役所レベルの服は童貞なので否定することができない。こっちに行くとこのネームドモンスターがいると。進行ルートはこっちかな。なんかこっちっぽいな進行ルート。OK!竜騎士の方がレベルアップ早いですね。こっちには道は続いていなかった。ちょっとダメージでばらつきがあるもんね。よし、ちょっとネームのモンスターは今はやめとこう。おう、ヒルドンケース。うわー、キノコが回避をするな。よし、ワイバーン、ザンキュー、エルネスト・ミナト。
いい。 OK。 ここから西ですよ。いけねえのね。わーい、さっきルドーブに別の怪しいやつを見かけたぞ。無理。あら、ギャフ、なかなかすごかったけど、ね、どっちだ進行ルート。スーパーマムシ、で、どういうことだ？スーパーマムシってなんだ？マムシドリンク。つまり、奥義発動現象マックスにする。で、なんかキラキラ光るものがあり、とりあえず全回復して、いい。オッケー。うっ、わ、夕方になってる。パーティートークについて、なかなか会話を交わすことができるです。これが行くということができるので、ストレスで自分との点で今まで頑張る気分のことをお伝えします。なんだかったら絆を深めることができます。絆のあることをしなきゃいけないことができます。絆のあることを止めてくれたり、止めたり、止めたり、嬉しいことは、皆さんぜひ、仲間との会話を楽しんでください。よし、いや。戦闘やないけ。サンタ巡り。好きだらけだな。見る。ちょっと夕方まで歩いたな。ちょーっとここで一つ青缶にでもすっかね。そうですね。賛成してもうたね。さやさ。おい。なんで俺のパートナー選んでくれたんや。ただ暇そうにしてたからってわけやないやろ。え、難しい質問しますね。しいて言うならビビッときたですかね。あ、何そのなんかふわーっとしたけどちょっといい理由。そんなことはないです。まあ、シックスセンスですよ。シックスセンス。あと、その、瞳がすごく綺麗で。あ？え、童貞なら誰でもこんなギラついた目してるで。いいえ、そういうことじゃなくて、他には、ない魅力を感じたんで。あ、そ、そう？よし、言われた、初めてこんなこと言われた。それで、ケンさんはなんで私とパートナーになってくれたんですか。え、ああそれはおっぱい。え、私のセックスアピールですか。私のどんなとこが魅力なんですか。え、キラ聞いたことが覚えてかん。じゃあその一人で。やっぱりおっぱいだよね。そりゃそうなるわ。
か、アギチャビより。ケンさん、今、おっぱいって言いましたよ。アギチャビアイ言いましたわね。言うたかもしれない。やっぱり男の人ってパイ釣りに興味があったりするんですか？え？あんまりそういうのわからないんですけど、どうなんでしょう？まあ、年頃の女の子やったら誰も興味あるよね。あ、やっぱそうだよね。あ、はあ、そうなんすか。あんまりそういうことも考えないでくださいね。この実況プレイ、年齢制限かけないんですから。全処します。よかったね。すげえ。オッケーオッケー。よし、回復してから行こう。うん、まあ、せっかく回復したのに、また HP 減るやないの。OK。 よし、それ個体数が減らん。オッケー、ゴブリンのやえばやえば戦士飲むと風が治るらしい。マジか。おいと、こっち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 、まず宝箱や。ライフ、え、手に入れたらぜひ装備しましょう。装備ライフを仮所得する。ライフなんだね。うん、OK。回復したやないで。ドラゴンパンチ、あんま強くなかったな。うわー、個体数が減らねよし、私は全回復していくぞー。
うわー、そこに出ちゃった。しかもお前らか。あんまり変わんないね。3桁オッケー。いや、このまま行こう。よし、えらい光量として、うっ、私に何か用か、人間。あんたと契約しに来た。ダークンと会話できるのは童貞だけ。つまりこの会話は童貞だが、ドラゴンの中だけで終わりにするのもちろんそれまでいかないはずだ。何故私との契約を望む。あんたの力が必要だ。なるほど、力を求めるならば力で示してみろ。では、よろしい、ならば戦争だ。行くぞ。何がですか。気取ってはつかぬのかな。700ダメージ与えてもまあだな。うへっ、あんまり変わんないね。よし、取れ。なるほど、これがお前たちの力か。オッケー、精神集中。いいだろう、お前とちぎりをかわす。いいのか、俺たちはあんたを倒したわけじゃない。力を示せと言ったが、私を倒せとは言ってない。これが我々の定めならば従おう。そうか、ならば早速。はぁ、さっき言うてもうた。は？って言うてもうた。どう？ドラゴンスレイヤー。まずい、こいつは下手したら俺ら2匹とも。どうするんですかこれ。逃げる石数が。いざという敵は童貞を守るかが竜吉の務めだが、童貞が竜吉に頼りきれるが、いいペアなんて出てこない。お互い支え合ってことのペアだ。そこら辺殺しておけよ。お前は逃げる。ゲンズさん、何したんの。早行けや。まさか一匹だけ残って時間稼ぎしようなんて考えてませんよね。さっきからそう言ってるつもりやけど。いいやです。なんで
私は自分だけ逃げてもちっとも嬉しくありません。一緒に無事に帰ります。そんなこと言えてる場合じゃん。とになってしまいます。そこで待っとる。終わったら二人で帰るぜ。ケンさん、私だけ置いてぼりなんてひどいですよ。戦えるか。見てのとおり。あら、行くぞ。精神力と回避力の人あいだ。こいつらこっち聞く。よいしょ。あー、こっちの方が若干高い。はいだ。えっ、バーナックル。うっふー。巻き戦だったか。強すぎやろ。いやいや、あるようやな。逃げた。ひとまずは助かったんでしょうか。とりあえずまあ生きてるみたいやな。うん。ふう。もう大丈夫か。いい。安心したらちょっと力が。まあ無理もないわ。今日はもう遅い。こっから南の港に宿を取ろう。あとのことはそれからや。そうですね。ちょっと腰が抜けて立てません。おぶってください。ここは分かったって言いたいけどね。よいしょっと。夜の方がモンスター出そうやけどね。出えへんのか。横には何もないのね。よし。はいはい。エルネスト港。あ、そ、左上にいたのね。うわ、酒ばっかりや。さすが夜の酒場ですね。すごい活気です。
どいつもこいつも完全に出来上がっとんの。正直あんまり考えたないし、さっさと2階の宿行こう。楽しそうなのに。俺も疲れてんねやけど。私は元気もりもり中森浩二です。ほんまけと、とりあえずやぞ、明日もあの街道を抜けるんや。今日のうちに疲れを取ってもらわんと困るからな。バスとここまで言うのは仕方がありません。ほな、行こう。おう、ケンカ、久しぶりやないな。しかし相変わらずのボケだつらやな。あ？おい、マジか？おい、こっち向いて、ベイベー。それはさっきから黙って聞いてくれよ。ぶち殺すぞ、ほんとら。ぶち殺すなんて、お兄ちゃん悲しいぞ。あれ、ケンカ、この方。知らぬ。どうも、ケンの兄のマルクです。兄さん、にしても驚いた。俺がもうパートナー見つけたからな。正直まだどうせも学校も卒業できてへんかと思ってたわ。よっしゃな、お前。それは何でも驚かここにおるんや。まあいろいろあんのよ、大人の事情っちゅうやつなあ。フェリスちゃん、まあそんなところですね。やれやれ、あんまり弟っ子いじめるとかわいそうですよ。いじめてるんちゃうよ、いじっとんねん。あらんわ。フェリシアさんって、ひょっとして、あの、シスター、フェリシアさんですか？おや、お前も有名やな。そんな有名な人なの？ご存知ない？さては、相当な世間知らずですね。悪いことなしたな！フェリシアさんは入室になって、ドラゴンナイトの前で3名。ドラゴン契約成功率8割超えという驚異の記録を保持されているすごい方なんですよ。いや、めっちゃすごい人やないか。俺はなんて世間知らずだったんや。まさかこんなところでお会いできるとは夢にも思いませんでした。私、同じ竜騎士として尊敬しています。お会いできて光栄です。ありがとう。フリマちゃんかしら？応援してるわ。ありがとうございます。頑張ります。だから、そんなにすごい竜騎士やったら、パートナーお前やったら、ヤコゾクちゃん。吠えとる吠えとる。あ？だってお前、俺に一度も喧嘩で勝ったことないもんな。毎度毎度手加減してやってんのに負けちゃうから、参ってしまうよな。上等や。うん、俺がこの数年間何もしてこんかったとでも、肩腹痛いわ。だけど、一応でも俺がここまで強くなったのに言ったもんだよ。こいつは、顔を浮かべてガシン昇誕、ガシン昇誕、ガシン昇誕、ガシン昇誕。愛されてるな。まあでも間に合ってるんだ。出した子に何遍こぶしゅうにしょみだ。無理無理無理。なるほど、試してみる。おいおいおい、かかってこい。ザク、ぶっ殺す。めちゃくちゃかけようぜ。
ゃなめよ。まあこういうこっちゃで。これ勝たれへんのちゃうかな。まあ一応やってはみるけど。弱い。俺勝とうなんて一世紀早いわ。まだだ。まだ死なんぞ。ちょっとそれぐらいにしないとお店の中ぐちゃぐちゃになんちゃいますよ。お嬢ちゃん言う通りや。ちょっと冷静になれ。まあいつでも相手になっちゃうから。まあどうせ勝たれんからな。お前冷静になれとか言うのはおっとんちゃうぞ。ちょっと煽り体勢ついたか。まあつうわけで俺らはお先に失礼するわ。いやお先にって踊るらもここに泊まるんかいな。なんか俺らやったらまずいことでもあるのか。あるわけないよな、お前に限って。あったからとっとの目の前から消えろ。かが怖いぞ弟よ。ほんちゃごきげんよう。さようなら。ただいさん使えたのに余計に使えてもらったわ。そんなに勢いなんですか、お兄さん。仲良くした方がいいと思いますよ。あいつとはあんまりいいかかるな。ちょっとあいつは女癖が悪いかな。とりあえず女見たらナンパするようなジョニーみたいなイケメンやね。そんなの言わんでもええやないですか。家族は大切にせんともダメですよ。分かったよ、全勝する。まあその家族の質にもよるけれど。まあいずれにせよ喧嘩して疲れた。今日はもう寝よ。そうですね、さすがに疲れました。動けるのかよ。しかも死んどるやないかい。回復してへんやないかい。よっこい小一で、話っていうのは、やっぱり。はい。ドラゴンスレイヤーのことです。やっぱあれは報告すべきやな。目の前でワイバーの首落とされてさ。ったく。初仕事であれと遭遇するとはついてへん。いや、生きてるだけでも、儲けもんか。ドラゴンスレイヤー。3体のドラゴンをたった一人で殺めてます。しかも一発で仕留めたら俺ら2匹がかりでも倒せんかった相手もな。なんで行かされたんでしょうか。運が良かったといえばそれまでやけど、どうも様子がおかしかったな。そうでしたか。俺の記憶が確かな、執行猶予がどうのこうの言うてた。この言葉から察するに。っておい。寝つきええな。ったく。オッケー。俺もねえよ。予売はいかんぞ、予売は。翌朝。朝か。なんか変な緊張感って寝るんだな。
なんやないの。まさか財布だけ取られて逃げられたんかな。俺も準備していこう。騒がしいな。フードファイトやっちょる。こいつギャル曽根か萌えあずかジャイアントシロトさんか。やべえやべえよ、このお嬢ちゃん、これでわんこそば何杯目や。おうね、はあ、おかわり。いいね、嬢ちゃん、最高の食いっぷりだ。好きなだけ食っていきな。そのことは後悔しても知りませんよ。したか。あと2皿はいけましたね。しかも私の食べっぷりに免じて店のおじさんが全部おごってくれました。ただですよ。俺が落ちてきた時点であの量やからな。あれの代を全部払わされてたと思うとゾッとせ。いや、ほんまに感謝せえよ。当然です。食べ物に対する感謝の気持ちは一度たりとも忘れたことはありません。いや、食べ物んじゃねえよ。天使にだよ。ま、もちろん、ま、それが一番大事やけど。ああ、そういえば。なんやよ、急に。アルガナスからお手紙です。シュトから？はい。なんでも、すぐ戻ってくるようにと。ギルトの受付のお兄さんからみたいです。え？一体何があったんや？さあ、そこまでは書かれてませんけど、きっと結構な大事なんじゃないんでしょうか。その大事を今まで忘れてないわけやな。まあ、私、食事中は基本無視になりますから。そうかい、そうかい、瀬戸内かい。まあ、どうせさ、ゆっくりはしてられないな。どうせ戻る予定だったし、早うあるから使えろ。また、急、あやかいのを取るんですね。まあ、気は乗らんけどな。まあ、そう言わずに張り切っていきましょう。元気やな。たまに珍しい武器が売ってるよと。なるほど、悪いが出直してくれ。今は買えんのね。ショートカットでけんのか。ショートカットはでけんのか。そんな甘くないか。こっちから出ないと移動でけんのか。そのブーゼゴーディーデンガイ？いけた。よし。
まあ、本当にこっちで行った方が早いわな。うん。オッケーエンカウント率がすげースクール3のエンカウント率かなこれはオッケーおや会話ああまたなーりかはーきかおあー両方女子やねうんちょっと声変えよう お久しぶりございますね姉さん、うん、おお久しぶりやな元気してたかまあ見たの通りですそれよりいつ帰ってこられたんですか？まあ、3日前くらいかな。というより、お前もとうとう童貞卒業したんか。ちゃっかりパートナーもおるんやったんやし。ああ、おかげさまで。あっ、野郎だったよな。戻そう。ああ、じゃあ、じゃあ、ありやして。あれは、そいつと同じ童貞のエレンや。おう、ごじました。じゃあ、ドラゴンナイトのセルバとお願いします。ああ、でなんか、ほら、この剣はよろしいな。お、はい。ところで、そちらはああ、こいつか。あ、お前は自己紹介しとけ。アデルです。ああ、よろしくお願いします。こういうキャラやね。それに参加必要ないぞ。ルネはお前とはそうかな。ああ、最低。アデルさん、私もよろしくお願いします。はい。ああ、そういえば、俺はちょっと急ぎにあるんでした。すいませんが、俺らはこれで。ああ、そうか。ほらな。はい、ということでね。今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス、次回へ続きます。